初のアンチバレッティが合わせてボン合わせて飲めないスケベ女ですよ。うちそんな好きじゃないのでこれは扱いたいな。沈黙するなら今です。どうもエクサル東京バレッティです。まあ今日ね、なんか、珍しくね違う動画、撮ってるんですけども、まあゲストの方がなんかいらっしゃるみたいなので、ではどうぞ。失礼します。いいっすか。あ、じゃあ自己紹介を。はい、銀のお姉ちゃんです。どうも、はじめまして。イエーイ、イエーイ。デチャミさんだそうです。デチャミさんはね、まあ、普段からいつも、仲良しこよしで、二人三脚でね、私とはやらせてもらってるんですけども、笑ってんすか。えっていうのもですね、まあ、こういったトークもね初めてなんで、まあ、いい機会かなと思って今回ちょっと動画回してるんですけど、どうですか、エクサイの東京は。あ、楽しいです。あ、楽しいです、はい、ありがとうございます。いいですね。まあ、やっぱり僕がいるから、はい、ちょっと楽しいのかなって。バレッティ以外のみんな大好きですね。来ましたね。こういった動画を作ってる上で初のアンチバレッティが登場しましたね。でも私が嫌いな理由を教えしていただきたいですね。まず私に冷たい、はい、冷たい冷たいんです。冷たい。例えば例えばまず私はこう1年ぐらいエクスアリア東京お邪魔してるのに、私とだけ絡みがほぼない。他の女の子とはめちゃめちゃ絡んでるのに、私との絡みだけほぼゼロ。写真も撮ったことないし。いや、撮ったことないは嘘ですよ。撮りました、撮りました。2回ぐらい撮ってます。で、他の女の子には自分から撮りましょうよとかって言って呼んでツイッター載せますよね。私それ1回もないですよ。最低だ。まあ、ちょっと待って、語弊がありますよ。全員が全員僕からお願いしますお願いしますって言ってるわけではないんですよ。はい、だからなんて言うんだろうな、確かに僕女の子との写真が多かったんです、はい、多かったんですけど、やっぱり僕もあのスタッフとして働いてますし、はい、そんな女の子とみんなね好き好んでも自分の寄りすぐりでね撮ったりとか、そういった下心ではなくちゃんと仕事としてねやってますから、まあ、そういったところはちょっと勘違いをされてるんじゃないかなと思いますよ。で、その3人はタイプだったってことですね。で、私はタイプじゃなかったと。痛いとこついてきますバレッティのタイプじゃないから私には話しかけなかったっていう。いや、デチャミさん可愛いと思うんですよ。やっぱりその、なんだろう、高嶺の花っていうのがあるじゃないですか。分かってますよ。やっぱあの近づきがたいというか、もうすごい美人な方がいて、あ、ちょっと写真忙しそうだな、ファンサービスもすごいしてるし、あれだな、どうしようかなっていう葛藤の中、やっぱり時間も僕限られてますし、はい、あ、で、ほら大体ね、ねちゃみさんもね、大体その来店する時間も決まってますし、タイミングがって言って1年ぐらい経ってしまったっていうのが、まあ、やっぱりまずパチンココーナーに立ってなくないですか。いや、それは嘘ですよ。それは嘘。だって僕パチンコするとどっちが好きって言われたら僕パチンコですもん。あ、そうですか。僕エヴァンゲリオン推しですから。おー、だからその点やっぱり勘違いされてるとか、やっぱそのマイナス思考なんか、もうバネッティは来ないみたいな、あいつは私のこと嫌ってるみたいな、それ、いや、逆に偏見を持ってらっしゃいますよね、やっぱね、やっぱそういうとこじゃないですかね。まあ、僕もね、本当に撮りたかったですよ。そうっすか。めちゃくちゃ怖い。まあ、でも正直言うと、そうっすね、僕が全然話しかけなかったのは申し訳ないです。そうっすね。エペはオートエイムのくせに、現実の女の子のフォーカスは指導でした。エペで撮れるかもしれない。タイプのことから来ると、まあ、あのオートエイムどころかもうチート使ってますので、ビッグボス返してちょっとあの子と写真撮りたいんですけど、正直やってますよ。じゃあ一緒にゴルフできますか。ゴルフできるんですか。ちょっとねー、その宣言許してもらってゴルフできるんだったらいいですよ、やりましょう。エペやりますよ。うん、全然エペ、エペ、エペ一緒に。エペもいいですよ。エペ一緒にやってくれるんですか。はい、めちゃくちゃ嬉しいですよ。ちなみに CS ですか、 PC ですか。PC か、 CS なんですよ。やっぱオート M じゃん。オート M って言い方ないです、エイムアシストです。エイムアシスト、エイムアシスト。 PC だってパッドでできるじゃないですか。使ってないです。あ、もうそれぐらいの理由がすごいな。じゃあ逆に一緒にやりたいですか。次回デチャミ VS バレッティ FX コラボ、こう期待。
いや、いいな、エピック、いや、僕なんかエピックスでしょ、うん、ダメですよ、ホームとかに使ったら、男、オートエイム、オートエイムって言うともチートですから、エイムアシスト使っちゃダメ、エイムアシストは CS の最大の強みですから、それ、チートですよ。いや、だってその代わり、だってベチャベさんにはストレイフとかがあるわけじゃないですか、ギョン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 できるわけじゃないですか。私はそれができないんで、はい、もう一生懸命と合わせてボン、合わせてボンしかできないんで、ちなみにランクはどうかな、プラチナね、ああプラチナならまあ普通にやってはいますね。なんすか、なんすか、前シーズンはちょっと覗きましょう、はい、あれは誰でもマスターいける、はい、その前までは一応ダイヤンドなんで、あちょっとプレデターとか言うのかなと思った、いや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 、ダイヤンドやっぱ中身がプレデターなんで、あっそ、はい、じゃあそうそう、切り替えてね、デチャビさんへの質問コーナー、チャンネル登録がまだ終わってないぞ、ここでできます、さらにうちの動画